さあ、ガイメタルよ、目覚めよう。究極覚醒によって真の姿を現すのだ。鉄鋼町は俺の町だ。あんな奴らに好き勝手はさせねえ。絶対に鉄鋼町で暮らすみんなの平和は俺が守ってみせる。被害が拡大する前にガイストを退治しなくては。あのバカ、こんな街中で戦闘する気かよ。大変です。鉄鋼町に出現したガイメタル反応のガイボルトが急上昇していきます。白金レッカよ、エクストリームフォームの使用を許可する。行くぞ、フレイムフェンリルエクストリームフォーム。白金レッカ、今お前はエクストリームフォーム、簡単に言えばガイストになっている。俺がガイストに？行くぞ、エクストリームフォーム。見せてやるよ、エクストリームフォーム。すげえ。よっしゃ、倒したぜ。まだ終わってないわ。ガイストをクラッシュしてガイメタルを回収して。どんな問題？手に入れたガイメタルはガイストギアになって装備できるの。楽勝楽勝。なんだ？お遊びはこれまで。このガイストさえいれば世界は我らイレイザーのものだ。いでよ、あやかしナインテール。俺たちの爆盛りの覚悟と勇気を見せてやろうぜ。もちろん俺のゴールデンな一撃を食らわせてやる。あいつに俺たちを本気にさせたことを後悔させてやろうぜ。行くぞ、勝負だ。ガイストクラッシャー。任天堂 3DS 用ソフトガイストクラッシャーは2013年12月5日発売予定。そして爆発連動。なんだこれは、本物のガイメタルだって？そうよ、みんなの任天堂 3DS にガイフォンカバーをセットしたらガイメタルが使えるようになるの。 3DS がガイフォンみたいでかっこよさ爆盛りだぜ。レッカ、ガイメタルを使って出動して。了解、ガイメタルでガイストオンだ。ガイメタルにはすごい秘密があるの。なんと変形させることができるのよ。すっげー、かっこいいぜ。ガイメタルはいろんな種類が登場するの。爆盛り級に全部集めたくなるぜ。みんなもガイメタルをコレクションしてね。ガイフォンカバーとガイメタルがついた爆発ガイフォンセットも発売決定だぜ。ガイストクラッシャーに期待爆盛りだぜ。